はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回はブギウギ第25週水曜日からの後編予告を史実を交え紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。いよいよ最終週にリーチとなっていくようですね。はい、皆様いつもご視聴いただきありがとうございます。私事ですが、動画投稿開始時からの総再生回数が1000万回再生に到達することができました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで最終週に続くこの部分の予告ですね。これまでの経緯ですが、鈴子は丸の内テレビの年末の歌番組にトリで出演することが決まります。そしてトリ前には若手有力株の水木あゆみが、あゆみは大和礼子と又野芳雄の一人娘、あゆみからラッパと娘を歌いたいとお願いされますが、鈴子は悩んでいます。そこから物語は展開していくようですね。第119話は羽鳥の反応です。水木あゆみにラッパと娘を歌わせてほしいと頼まれた鈴子は困ってしまい、結論を出せずにいるようです。内心は持ち歌をカバーされ世間で比べられることに恐怖心を抱いているようですね。記事にまでなってしまったため、鈴子は羽鳥善一に相談に行くようです。羽鳥は、君が歌ってこそあの歌は完成しているんだ、もっと大切にしてほしいねと。羽鳥はそんな大事なことを軽く言わないでほしいと鈴子に厳しい言葉を投げかけるようです。善一もまた時代の移り変わりに苛立ちを感じているのではと妻マリは思ったようです。一方、愛子は体育の時間のかけっこが楽しみで学校に行っていましたが、ある日落ち込んで帰ってくるようです。どうしたのでしょうか。第120話は心境の変化です。愛子は翌日の体育の時間に足の速い転校生と競争することになっているようです。しかし勝てる見込みがなく、愛子は学校を休みたいと言い出すようですね。鈴子は自分も水木あゆみとの新旧対決から逃げたい気持ちでしたが、今は逆に楽しみだと話します。どうやら鈴子は律子に相談し、心境に変化があったようです。律子は鈴子に次のように厳しく言ったようですね。以前のあなたなら水木あゆみと一緒に並んで歌うことにワクワクしていたはずよ。何ビビってんのよ。もしワクワクした気持ちがなくなったっていうなら、その程度の歌手なのよ。そして逃げるかどうかは愛子が自分で結論を出すようにと鈴子は愛子に伝えます。翌日学校に行くかどうか迷う愛子を家に残し、鈴子は羽鳥善一のもとに向かいます。そして羽鳥に次のように告げます。ラッパと娘、水木さんやったらどない歌うんやろうってズキズキしてきたんですわ、ということで週タイトル回収となっていきます。羽鳥は嫌な予感がしたようですね。第121話は歌合戦の当日です。昭和31年の大晦日がやってきて、オールスター男女歌合戦放送当日を迎えます。その日の大トリとして出演する鈴子の姿を羽鳥はテレビの前で見守ります。一方、愛子は会場の観客席で鈴子の姿を見守っていました。鈴子がステージに出る直前に茨田律子が楽屋に駆けつけてくれるようですね。そして始まった本番のステージ。水木あゆみはラッパと娘を、
スズ子はヘイヘイブギーを披露するのでした。史実ではどうだったのでしょうか。昭和31年、東京宝塚劇場で第7回 NHK 紅白歌合戦が開催されました。淡谷のり子は16曲目、ルムバタムバ、鳥前には宮城真理子がくず屋の歌、大鳥に笠木静子がヘイヘイブギーを歌唱されました。笠木静子さんは紅白に合計4回出場されていますが、大鳥を務めた第7回の紅白が最後の紅白出場となります。なぜなら翌年昭和32年早々に笠木静子は歌手を廃業し、これからは女優業に専念したいと公表したからです。その理由について後日談で次のように語られています。自分が最も輝いた時代をそのままに残したい、それを自分の手で汚すことはできないと。笠木静子さんの引きの潔さ、一方歌に執着し生涯現役だった淡谷のり子さん、どちらも素敵な生き方だと僕は思いましたね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。